ルーブシエンヌの風景はアルフレッド・シスレイによって1873年に描かれた作品で、現在は国立西洋美術館に収蔵されています。この作品は、シスレイがパリ、コミューンのタミウルチュアスな時代を経て、1871年にパリから約30キロ西に位置する小村ルーブシエンヌに移り住んだ後のものです。シスレイはこの村に根を下ろし、 自然の風景を描くことに没頭しました。この時期、彼は友人であり、同時代の画家であるモネやルノワールとともにセーヌ川の風景を描いたり、マルリーの森へ足を運んで制作を行うなど、活発に活動していましたが、1873年にはほとんどの時間をルーブシエンヌで過ごしています。作品にはシスレーの風景画としての特徴が色濃く現れています。 下腹のある野原に一本の象径が斜めに走り、その象径に沿って二人の人物が描かれています。この二人の人物を通じて、見る者の視線は奥へと導かれ、遠くの森や丘陵、広大な空へとつながります。シスレイは、単なる風景描写だけでなく、視覚的な動線を意識しながら構図を組み立てることで、空間の秩序を表現しています。これは、 彼が自然をどのように捉え、見る者にどのように体験させようとしたかを示す重要な要素です。この作品の色彩は非常に控えめであり、地味なトーンが支配しています。しかし、その中にも微妙な色の変化があり、特に前景の草むらから草原、さらには森へと続く空間には新鮮さが感じられます。シスレイは、光や大気の影響を受けた風景の変化を的確に捉えることで、 静かな美しさを表現しています。シスレイの風景画には、印象派特有の明るい色彩や光の効果が見られる一方で、彼自身の特性が色濃く反映されています。彼は、風景をただ描写するのではなく、自然と対話し、その中に潜む美しさを発見する画家でした。特に、ルーブシエンヌ周辺の風景は、彼の作品の中でも特に性質であり、 穏やかな時間が流れれる場所としてて表現されていますまた、ルーブシエンヌの風景は、シスレイの作品の中でも彼の初期のスタイルが色濃く現れたものです。この時期の作品には、シスレイが持っていた空間への強い関心が現れています。特に、遠近感や空間の構成において、シスレイは独自のアプローチを持っていました。彼は、自然の中の秩序やバランスを乱し、 それを画面上で表現することに努めていました。この作品においても、前景から背景へと流れるような空間の秩序が楽みに描かれています。全体として、リューブシエンヌの風景は、シスレイの自然への愛情と深い洞察を示す作品です。彼の風景画は、ただの風景描写を超え、見る者に自然の中に身を置く感覚をもたらします。シスレイは、 特に自然光の変化や気候の影響を捉えることに秀でており、その技術は彼の作品において重要な要素となっています。この作品はシスレーの芸術的探求の一環であり、彼がどのようにして印象派の一員として、また独自のスタイルを持った画家として成長していったのかを知る手がかりとなります。彼の作品は自然の美しさを称賛し、 その瞬間を捉えることに対する情熱を表現していますルーブシエンヌの風景はその静かな風景の中に失礼の情熱や探究心が詰まった貴重な作品であると言えるでしょう